町田、何してんの？どうも、困った時はラフプレー。カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは筑波大学相手に敗戦、物議を醸す町田ゼルビア。昨年 J2 を優勝し、現在 J1 で旋風を巻き起こしている町田ゼルビアですが、その荒っぽいプレースタイルや勝負に徹する策略からとんでもない勢いでヘイトを集めています。そんな中、6月12日に行われた天皇杯で町田は筑波大学相手にまさかの敗戦。そしてジャイアントキリングを起こした筑波大学のプレーに賛否が集まる一方で、試合後の黒田監督のインタビューが物議を醸すなど、後味の悪いカオスな展開になっております。今回は町田ゼルビアのまさかの敗戦と批判が巻き起こっている黒田監督のコメントを紹介していきます。今回は時間がないので実写スタイルでいきます。現在 J1 首位に立つ町田ゼルビアは、6月12日に行われた天皇杯2回戦で筑波大学と対戦しました。そして前半7分に町田のチャン・ミンギュが相手と交錯して負傷交代するという幸先の悪いスタートを切りましたが、コーナーキックからのデザインされたプレーで安井が先制ゴールをぶち込みました。町田のセットプレー多彩ですよね。ただシュートの際に安井が相手のディフェンダーと接触して負傷交代しており、前半だけで2人が退場するという大ピンチに陥ります。その後、後半25分までに全ての交代枠を使い切ってしまうと、35分に途中出場していたナサンホが負傷退場し、交代枠を使い切っていたため残り10分を10人で戦うことになりました。するとこのチャンスを逃すまいと、後半アディショナルタイムにアンダー23アジアカップでもゴールを決めた筑波大の内野が同点ゴールを叩き込み、試合は延長戦へ突入しました。熱い展開。延長に入って交代枠が増えたことで町田はエリキを投入し11人に戻りましたが、前半途中にデュークが左太ももを痛めてピッチに倒れ込むと、町田は再び10人での戦いを強いられます。そして後半5分に町田に PK のチャンスが訪れますが、エリキのシュートをゴールキーパーの佐藤くんがビッグセーブ。ちなみにこの佐藤くん、大津高校3年生の時に高校選手権の決勝で青森山田と対戦しておりまして、当時の青森山田の監督が黒田監督。その決勝で佐藤くんが守護神を務める大津高校は、青森山田相手に0対4の完敗を喫してしまいます。その後佐藤くんは筑波大学に進み、この天皇杯で黒田監督と再会。そして値千金の PK をセーブして1対1のまま試合は延長に突入よ。熱すぎる。サッカーおもろいやんか。で、 PK が始まったんですけど、あの筑波の選手が蹴るときに町田のサポーターがブーイング。まあこれ大学生相手にどうなんっていう、まあ、意見はありますけど、まあ真剣勝負ですからね。そんな中で PK を成功した筑波の内野くんは、ブーイングする町田サポーターに向かってこうやって煽るように仁王立ち、しびれるね。そして町田3人目のキッカー稲葉の PK を佐藤くんがセーブして、町田の4人目も立て続けに失敗すると、PK スコア4対2で見事筑波大学がジャイアントキリングを成し遂げました。素晴らしい。大学生のチームが J1 首位のチームを倒すという歓喜を巻き起こしたはずでしたが、今回筑波大の荒いプレーにより町田の選手に怪我人が続出したことや、それに対する黒田監督のコメントによって X でもトレンド入りするほどの後味の悪い結末となりました。試合後に筑波大学の小井戸監督は、全てを出し尽くして本当によくやってくれた。我々は大学サッカーを牽引していくつもりで戦っている。結果を出してくれたことを嬉しく思います。学生たちで作っている組織、オール筑波での勝利と生徒たちの戦いぶりを称賛しましたが、接触プレーで町田に負傷者が続出したことについては、ちょっとアクシデント的な怪我で相手選手が欠けてしまうような、それはちょっと申し訳ないなという言葉以外ありません。ただダーティーなプレーだったりそういうものではなかったと思うので、一生懸命やった結果、やはり堂々とお互いぶつかり合うという意味では怪我で欠けさせてしまったのは申し訳ないなと思っていますと、怪我人を出してしまったことには謝罪しておりますが、故意であったりダーティーなプレーではないと話しました。一方、試合後黒田監督は、フラストレーションのたまる判定があまりにも続いた、骨折した選手がいます、次試合できるような怪我じゃないです、4人大きな怪我が出た以上本当に現実を突きつけられた、
何も得られないゲームだった。 VAR もありませんし、基準を考えるとすごく憤りを感じるゲームだった。怪我4人で3人に関しては全てレイトタックル、こういったことがカードも出ずジャッジされず流されてきた。批判覚悟で言わせてもらうと、サッカーにおいて選手生命を脅かすのできちっと指導してほしい。サッカーマナーの悪い一面も見られた。大人に向かっても配慮に欠ける言葉もあったし、指導教育もできていないと怒りをにじませながら筑波大のプレーに苦言を呈しました。誰が言うとんや。町田も開幕戦でガンバ相手にもボール関係ないところで日大アメフトタックル行ってましたやん。たまたま怪我してないだけやん。サッカーマナーの悪い一面も見られた。リュークが背低いジェスチャーもしてたやん。ボールに水をかけたりもしてるやん。相手が PK もらったら PK スポット荒らしに行ったりもしてますやん。ルール上問題ないよ、勝つためには何でもするんでしょうよ。ただあんたがマナーを語るのはおかしいて。ボールに水浴びせてたら大学生相手に批判水浴びさせられてますやん。あと名古屋もひっそりとサッカー専門学校に負けてたら、何してんの。まあ、正直ここまで言いましたけど、僕黒田監督大好きですよ。インタビューの理論整然とした感じとか、こらその人強いチーム作るわって思わされます。そして町田ゼルビアも J リーグを変える存在だと思ってますし、町田ゼルビアが今現在 J リーグを盛り上げてると思っております。ただ今回のはダサいって。ダサすぎるよ。確かに筑波大学のねプレー荒かったしね、4人の怪我のうち3人が接触だったのは同情します。これが他のチーム、町田ゼルビアじゃないチームが怪我させられたりしてたら、みんな擁護してたり同情してたんじゃないかな。これがどういうことか考えた方がいいですよ。確かに勝利至上主義は正しいと思いますけど、それを突き詰めすぎて嫌われるって一番大事なことを忘れちゃってるやん。サッカーとしての楽しさ、このチームは他のチームからもリスペクトされて愛されて応援されるようなチームになるってこと、その大事なところを置いてけぼりにしちゃってるやんって言いたいのよ。ただ僕は黒田監督信じてますよ。ヘイトを集めて日本サッカー J リーグを変えようとしている進撃の巨人のエレンみたいなことをしようとしてるんですよね。日本サッカー界を根底から変える地ならしをやってくれてるんですよね。いつか壮絶な伏線回収で僕たちを震え上がらせてくれることを期待しております。というわけで整いました。進撃の巨人とかけまして町田ゼルビアと解きます。その心はどちらもジャイアントキリングが見どころでしょう。あらした。